アッシュレディオ。さあ始まりましたということで始まりましたアッシュレディオのお時間です。おはようございます。おはようございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあどうなんですかね。さあどうでしょうさあどうでしょう。毎日毎日やってるわけですけど毎日毎日やらせていただいておりますけどもね。さあ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 まあもう1月でね、もう早く春が来てほしいなと思う今日この頃でしたけど、ね、寒いですね。寒い本当に。朝僕は朝トレーニングをするのが朝ビーツ、朝ビーツなんですけど、朝起きて外の気温マイナス6度とかマジっすか。凍ってる、いろいろ。吉岡さん住んでる地域が地域、住んでる地域が、まあ、山梨から僕はお届けしてるんであれなんですけど、車の窓とか凍ってるもんな。車の窓が凍っててお湯かけて溶かしたらそのお湯が固まるっていう。やばもうそれあれですね、北極の世界、あの修学旅行の林間学校的な世界の話ですか。標高ちょっと林間学校どこだったっけ。長野とかあったですね。山梨とか。あ、林間、林間学校。うち臨海なんですよ、海なんですよ。あ、そうなんですか。はい、臨海学校っていうんですか。うん、へえー、だどこだっけな、伊豆っていうかそっちの。だって吉岡さんも住んでる地域がもう林間だもんナチュラルに林間なんでね。へえあ、山の方なんですね。海じゃないんだ。海じゃないです、だって川崎があって海ですから。あ、そっかそっかそっか海でなんか遠泳とかやるんですよ。へえ、寒そう。そうそうクラゲとかいたな。まあそんな話は置いといて質問来てますんで。来てますか。来てます来ますんで行きましょう。質問です。まあ、これちょっと前にいただいた質問なんでちょっと時間軸があれなんですけども、今回の緊急事態宣言はまあ学校や映画館、ジムなどは通常営業で飲食店のみ8時に営業時間短縮の要請のようですと。他の業種は OK なのになぜ飲食店のみ狙い撃ちで営業時間を短縮しなければならないのでしょうか。飲食店が儲かった方がその分国に税金が納められ国が儲かるはずなのに、それではまるで体力のない飲食店潰しにしか見えません。アシナさん、この状況をどのように分析されますかというご回答よろしくお願いしますっていう。まあ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 、いろいろあるんじゃないですか、ね、もういいですよ、これは話はまあそこら辺はなんかどっかでも話した気がしますけど、バランスで、うん、なんか GoTo Eat とか、 なんか飲食店を逆に変に飲食店だけを集中的に儲けさせちゃったから、うん、なんかちょっと飲食店をダメって言ってこないと、なんか国としても委員会さんとしても示しがつかないですよぐらいの話じゃないですか。そういうくだらない話に巻き込まれてるのは自分たちなんで、うん、なんか国とは言っても自分たちの人生がかかってるわけじゃないですか。それはなんか僕の質問箱に何かありましたけど、うん、なんか大切な人に会いに行きたいんですけどこれは不要不急に入りますかみたいな。あ、なんかガムはお菓子に入りますかみたいな話でいやそれ自分で決めろよはい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 って思いますけどね。うーん、なんかそういうのも自分で決められないようじゃなんだよ、っていうなんか切なさは僕としてありますけど。なんか自分が何をしたいかよりもなんか周りにどう思われるかとか周りがどう評価するかを気にして行動するっていうのが行動指針にみんななってるんで。それは今に始まったことじゃなくてってこと。まあ日本の常識がまあそうする。そういうことですよね。なんでだ。特に日本の恥っていう分、恥っていう、はあ、恥か、みっともないとかさ、みっともないっていう。あ、だ特攻隊とかもそうじゃないですか。飛ばなかったら日本の恥だっていう、会社を辞めるなんて会社の恥だとか、うんうん、なんか足だけの恥よとかなんかそういう教育方針。What do you want とは聞かれないですよね。あ、お前どうしたいんだと、はい、あまあ What do you want とは聞かれないね。まあ確かに聞かれないです日本の家庭だよ。じゃあちょっと次の質問いきます。営業のことについて質問です。アシナさんは営業時代にお客様を選んでいましたか。例えば値段だけで決める方とか、なんかこの人感じやだなって方はお客様にしないなどですと。
自分は車のディーラーで営業しているのですが、明らかに値段だけで決めるようなお客様も、多々いらっしゃいますと。会社は値段を下げてでも、過去値引きをしてでも売り上げにしたいという考えですが、自分的にはそういったお客様との良好な関係は築いていけないと過去の経験から感じます。車は買って終わりでなく、点検メンテなど長いお付き合いになる商品です。ですが自分も値段下げて1台になるならとも思ってしまう時もあります。芦田さんならこの状況どうしますか？よろしくお願いします。それはただ言い訳じゃないですか。ほうというといや、あの営業マンにはセールスマンシップとスポーツマンシップってのがあって、うんうんうん、要はもうセールスマンシップっていうのはもう売り優先です、うん、もう売れさえすればいい、儲かることが一番正しい、うん、スポーツマンシップっていうのは平等であるとか、うん、なんか正しいとか律儀だとかマナーがいいっていうことが最優先だっていう倫理観みたいな、あその両方がなくちゃいけないんですよ。で、うん、今の話はセールスマンシップはない方がいいんじゃないですかって話なんですよ。よりもスポーツマンシップだけの方が僕はいいと思うんですよって話じゃないですか。それは全く違います、うん、両方 100% なくちゃいけないんですよ。でそう考えたらこの人ちょっと嫌なお客さんだなって、うん、でもお金になるんだから絶対お客さんにした方がいいです。それはなんかくだらない、なんかそのくだらない争いに巻き込まれたくないとか、なんか売れなくてもいいっていうことになっちゃうと、うん、じゃあお前さんどうやって経済活動していくんだろう。それはなんだろう、売れないことへのなんか言い訳ってことですか。そうそうそう、売れないことへの言い訳をしてるだけです。あ売りまくれよっていう、売りまくった上で付き合い長くしたらいいじゃないかっていう、両立できる話じゃないですか。あなんかそれはあたかもなんか売れないことを言い訳にするためにスポーツマンシップみたいな出してくる人はめちゃめちゃ多いですからね、三流営業マン。あじゃあ例えばなんか商談しててちょっとなんかこの人クレーマーっぽいなとか、なんかちょっと気持ちよくないなって人でも売り上げになるんだったら何絶対そう思いません、ね、誰もが、うん、絶対に、うんうんうん、だってその人がどんだけ性格が悪くても、うん、100万円くれるんだったらもらえません、ね、もらう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 で、もらいたいくせに、うん、もらえない、もらえだから実力がなくて契約に至らないだけなんですよ、それ。なんか性格悪いんで断りましたとかじゃなくて、いやお前が契約できに至れることができてないだけだろう。それなんか性格、お客さんの性格とするのは違いますよ。ああそっかそっか。だって自分はセールスマンとして契約にもなって、うん、自分が好かれるっていう状態が一番いいわけだから、うん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 、で自分がお客さんのことを好きか嫌いかは別にそれは どっちでもいいじゃないですか。あそれはビジネスとしてあの付き合うか付き合わないか、うん、なんだろうお客さんに年間4回訪問しなくちゃいけないっていう契約なんだったら、うん、それ契約違反になっちゃうのでやんなくちゃいけないですよ、うんうんうん、でもそんなことないじゃないですか、うんうんうん、多くの商売で、うんうん、ないね。だったらそれは別にお客さんにそれから訪問するかどうかは契約した後決めたらいいんです。はい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 。じゃあアジラさんが営業してた時は特に別にそのなんかこう選んだりとかは別にしなかったと、そういう意味での、あこっちから断るのはほとんどないですってことですよね。なんか要は自分から営業して、うん、お前なんか客にしねえよみたいなことはないです確かにそれロジック的におかしい、おかしいじゃないですか。お前が金欲しいからその仕事してんだろって話じゃないですか。確かに契約したいんだろって話じゃないですか。うんうんうん、そうだね。でもお客さんがあのゴニョゴニョ言ってるお客さんとかに対してはあ全然無理しなくて契約していただくと結構ですよ、うんうんうん、って言いますよ、うん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 、それは僕が決めることじゃなくてお客さんが決めることだから。ああはい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 。だってこっちは契約の話をしに行ってるわけじゃないですか、うんうんうん、営業マンは、うんうんうん、それ決めるのお客さんなんで。うん、あんだよ芦田君さこれなんかもうちょっとこうならないなんだよこれって言われたら、あ無理しなくていいですよ、うん、じゃあ契約しないってことでいいですか、うん、って聞いて、あじゃあ契約しないよあ、ありがとうございますで、いいわけですよ。これがクロージングです。はいはい、すごい怖すぎるお客さん。あ、じゃあどうされますか。いや、明日君さ、これ契約するけどさあ、ありがとうございます、だけの話です。はいはいはいっていうだけだと思うんですけど。あそっかそっかそっか。だからなんかそういうルールを理解しない人結構多いですよね。なんか営業とかも頑張る頑張るってみんな頑張ってるんですけど、うん、要はバスケットゴールのリングあるじゃないですか、うん、あそこにボールが入って1点なわけですよ、うん、2点な
2点、それが入って2点なわけですよっていうルールを理解しないままたくさんドリブルしたりとかボールを蹴ってサッカーを始めたりとかこんなに頑張っての点が入らないだってお前それルール理解しないって話じゃないですか違うスポーツやっちゃってるんだそうそうそうだから自分が営業マンと昇華されるのはそのリングにボールが入ったら入ることだけが評価されるわけですよ、うん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 、だから営業で言ったら契約になることだけが評価されるわけですよ、うんうん、それをなんか自分が全く関係ないなんかお客さんの態度とかそれも全くルールと違うところの努力をしてるじゃないですか、うんうん、っていう人めちゃめちゃ多いですねあそれは営業だったら契約ってことがすごく分かりやすいですけどなんか仕事とかも、うん、じゃあこの今取り組んでる仕事の小さい雑務でもこの仕事のゴールって何なのかなっていう、うん、どうやったら達成でどうやったら達成じゃないのかっていうことをまずルールをちゃんと理解して仕事を進めるっていうのが、うんまあ、ビジネスというかその仕事を進める上での基本ですけど、うん、でもみんなそのゴールリングにボールを入れるっていうことを認識しないままボールを突き始めるから、うん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 、監督が怖いとか関係ないんですよ、うんうん、うちの学校チア可愛い子いねえかなとか関係ないんですよ応援来ないとかね、はい、あそういうことばっかですよ世の中の人たちが騒いでるのってあじゃなくてリングにずっとボールを入れる練習してるやつだけが上に行くわけですよあつまりなんか実力をつけずになんか自分の実力ではないところをなんか頑張ろうとしてるみたいな話実力っていうよりもだからそ何が実力なのかさえ分かってないんですよだってルール分かってないのそうかだってルール知らない人が野球場に行ってもルール分かんないでしょうん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 そっかそっかそっかなんか穴を掘り始めるやつがいたりだろそうだねバスケットなのにねはいそれはなんでそういう風になっちゃうんですかねえルールを自分からなんか自分で考えてないルールを作ったことがないんじゃないですかねあルールを作ったことがないなんかもうほとんどの人が指示されたことしかできないんですよ、うん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 、なんなら指示されたこともできないっていうか、うん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 、はいじゃあ起きてってママに起こされないと起きないとか、うん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 、はい学校行ってって言わないといけないとか、うん、なんか先生になんかテキスト開いてって言わないと開けないとか、うん、なんかそういう教育を受けてくるからなんか、うんうん、じゃあどうすればいいのかっていうことを自分で考える力がないんですよ、非常に問題ですよそれ逆にどうやったら身につくんですかねそのじゃあどうしたらいいのサバイバルですあ結局生きるか死ぬかについていくしかない、うん、あー生きるか死ぬかとかなんか自分で全部決めるみたいな得たものを捨てるとかあ得たものを捨てて次に挑戦するとかそういうのがないとうんだからなんかこう仕事とかじゃないですよ僕もなんか仕事のトレーニングをなんか受けたわけじゃないんでこれどうすればいいの何やったら達成なのってなんかそういうことだと思うんですけどうん頭を使ってないんですよねうーん考えてない、うん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 、結構頭使わなくても生きれますからうんそうね、時代もそうだしね、どんどん便利になって例えば出勤とかだったら、うん、頭使わなくても正直会社まで行けたりするじゃないですか、うん、家から、うん、もう慣れ親しんでる道とか、うんうん、目つぶってでも行けんね目つぶっても行けるぐらいじゃないですか、うん、でもなんか出勤する場所が毎日違うっていうだけで結構頭使いますよ使うなどこで降りてとかさ、例えば電車乗るんだとかそういうことです、頭を使うっていうのはあでも普通の人はそれで半端なく疲れるじゃないですかうんうんうん、うん、でもそれなんかいつも行くとこが違くてなんか乗り換えがどうとかで新しいものが怖いとかっていうとやっぱそれできないですよあだから毎日違うとこ行ったんじゃないですか毎日違う環境でね、うん、あと違う人と話すとか、ね、うーんだから同時に同じことをやり続けるってもすげえ大事じゃないですかうーん、まあ、そのバランスで自分で決めてくださいよありがとうございました